木村拓哉51に対する挨拶無視疑惑が浮上し、一般人からの告発が相次いでいる。ことの発端は、お笑いコンビ霜降り明星の粗品31が、自身の YouTube チャンネルで、木村に挨拶を無視されたと発信したことだ。粗品は3月、フジテレビで木村に挨拶を無視されたと暴露する動画をアップし、5月6日には、再度廊下ですれ違う時に立ち止まっておはようございますと挨拶したら、無視されたと語った。これに対し、ネット上では、キムタクに無視されたという投稿が続出した。例えば、映画のエキストラ出演時に挨拶しても、無視されたり、アルバイト中にドリンクを提供しても無視されたという、具体的なエピソードが次々と明かされている。これらの告発が相次ぐ中、木村が主演する、ドラマ、ビリーブ君にかける橋では、人望厚い元土木設計部長役を演じており、プライベートでの態度とのギャップに、視聴者の違和感が募っている。木村さんは現在、テレビ朝日系の主演ドラマ、ビリーブ君にかける橋で、上司からも絶大な信頼を得て、部下にも慕われる、元土木設計部長という役を演じています。しかし、粗品さんの暴露をきっかけに、ネットで投稿された木村さんのプライベートでの対応が、ドラマのキャラクターとの乖離を生み、視聴者の違和感を加速させていますと、ドラマ制作関係者は語る。視聴率も初回は、世代平均 11% 台という高発進だったが、第3話で 9% 台まで落ち込んだ。このような状況に対して、ネット上では、出待ちのファンに対して、厳しい態度を見せるのは理解できますが、たまたま遭遇したファンや、撮影協力しているスタッフなどを無視するのは、問題との声が多い。また、木村さんは、撮影現場周辺に集まった若者の集団に対し、注意をしたと、女性セブン、5月23日号が報じており、その姿勢が称賛される一方で、一般人には邪魔するなって、何様?という批判も一部で上がっている。今回の一連の騒動が木村のドラマや今後の活動にどのような影響を与えるのか注目される。木村は周囲の雑音を無視して、最後まで突っ走ることができるのか、その動向に注目が集まっている。